プレミア12で今画面に映っていた与田監督が惚れ込んだそうです。ロドリゲス1回の裏、育成から8月下旬に支配下登録されまして、巨人横浜と2つ勝利しました。はい、まずはこのスピードボールどうやって打てるかですよね。近本左バッターボックスです。まだ23歳ですね。若いですね。今のはカットですかね。今のは木下です。あ、これよく止まりました。これに手を出身長186センチ。空振り、初球を打って阿部がさばき、感じでしたね。そうですね。どうですか、1点2点争うゲームになってくるんじゃないかなって感じがしますけどね。はい、いい多くはないですもんね。ないですね。ホームラン少ないですよね。はい、ただまあ、ね、はい、安心で5番6番です。とか欲しいですね。そうですね、いろいろ動いていったりね、はい、そういうこともしていかないとなかなか、はい、ジグズさんとか、はい、前剣とかあんな感じではないですよね。違いますね。阿部がさばきましたね。はい、さあ大山です。そういう感じじゃないですね。はい、まあ、ピッチャーもこういう引っ張る人と低い姿勢と両方ありますね。はい、そうですよね。はい、相当いいんじゃないかなという感じはしてましたんで、 今でさえ、はいはい、十分素晴らしい数字ですからね。はい、ですね。フォアボールを取りました。はい、そういうところでホームラン数は減ってきてると思いますけどね。ここで外を要求。まっすぐですか。ボールです。注目です。振りました。のロドリゲス23歳、ね、チャンスですね。ここね、ツーボールツーストライクです。大山からでも急にです。セカンド前のボテボテ、アウトは一つ。振り遅れました。さあどころ一球で数字ではあるんですが、まあ 100% とはまだ言えませんもんね。はい、まだね、はい、1% がある。全力プレーをして、お客さんに喜んでもらうっていう、そういう相乗効果も選手は分かってます。なかなか難しそうです。あのフォアボール、ちょっとこうはっきり分かるボール球ですよね。ストライクボールね。でこのファーストレート近く持ってますけども、はい、そうやってこう工夫していかないとダメですね、一人一人が。初球を打ってセカンドゴロです。スタンスはこの位置、まあ、こういう時にね、なんかね、はい、まあまあ細かいのもできるんで、はい、またちょっとよく今のコースはなかなか打てませんね。相手はだいぶ横ですね。ちょっと横に投げてる。もともとね、情報的にはそのっていうのがあったんで、これは上です。上げてしまいました。阪神も行ってしまうと苦しめられると思う。バットを少し短く持ったりさんがちょっと立つ位置を、はい、考えようと同じこと言ってますね。まあですかね、球種はあるんですけどもあんまり投げてないですからね。投げてないですね。
いいところに落ちました糸井、ね、お互いに先頭が出ましたね、はい、しかもヒットで、あ今のボールです。これが1巡目冒頭で浜中さんおっしゃった多分まっすらだろうと。まっすらですね。あこれは中間、うわストライク間に追い込んだロドリゲス、横から投げましたスライダー、ツーアウトランナー一塁、外へ変化球を期待してしまいますよね、はい、ちょっと遅いですよね、はい、ちょうどあの練習試合が始まった ありました、はい、お今のは勝負球見ました、糸井スタート、はい、あ最後はスライダー出ましたよね、はい、起こせていません。まだ糸井の当たり損ないのラッキーなヒットを捉えたいですね、まずは ね、 そうですね、正面に行ってもいいですから。もう刺されてますね、出した時の、うん、セットの問題そこあるようですね、はい、そうですね、今の打席は前の打席、まあ、彼なりにいろいろ試しているんでしょう。完全ピッチャーの岩田です。になりました、競う感じですね。そうですね、今日は内容的には、はい、岩田ゴロアウトは、ね、9つあるんですよ、多いです。まあ、時折こういう球数も拮抗しています。三者凡退が欲しいはずです。ね、どうですよね、ちょっと高橋前に寄ってきましたね、やはりやはり来ましたね、見せとけば内野手もちょっと前に来ますから、ね、ヒットゾーンが、はい、広がりますもんね、はい、右中間初めて会心の打球が近本出た、二塁は無理、ストップしました。ようやく先頭近本がね、往生は大丈夫でしょう。走りました、行きました、セーフ、ファーストがブルドッグで前に出てきます。スライダーたり損ないにバットは立ちました。もうでもどうなんでしょう、ぼっちぼっち、はい、あ厳しい、ボール2ストライクです。横から投げましたスライダー、出たい北条、インサイドショートゴロ正面、サードへ送ってあげた、セーフ、セーフです、ノーアウト一塁三塁、ノーファーストランナーがスタートしてキャッチャーがショートへ偽投です、偽送球、近本は引っかかりません、入ってくる球をも仕留めてやろうという感じには見えますけど、はい、ファウルです。追い込んでいる中日バッテリーです。当てました、奪っています、ボールです、はい、じゃあロドリゲス、ファウルです、プレーです。6回裏ボール 3-2、 糸井が粘ります、横から投げた、前進守備中日、あいかない、阪神の4番サンズ、ボールです。この6回ロドリゲスの踏ん張りどころ、サイドから投げて上げさせました、ショート強打、
やらせることができてたらね、はい、通常の守備位置に帰りました。5番の大山、うわーお、いかない、これ逆です。ツーボールツー、キャッチャーゴロした、近本来る、近本の足、足でチャンスメイク、ホームイン、近本が輝いた阪神の先制、三振、1点で止めました。しかし近本の存在感が光った阪神の1点、ロースコアで光り輝いています。1対0、阪神リードを奪いました。